ください。かっこいいんだけど、かっこよすぎる。その接客に女性たちはもうメロメロ。実はイケメン男性たち、デビューを夢見るアイドルの卵なんです。今日28になりました。やばいと思ってるじゃないですけど。アラサーになっても夢を追いかけます。さらに4月分の給料明細ですね。知られざる給料も大公開。え、どういうことこれ。アイドルになりたい男たち、半熟王子の挑戦に迫ります。名古屋金山総合駅の南口から徒歩1分、この場所に今年2月オープンしたのがアイドル育成カフェ半熟王子です。はい、どうぞ。オレンジジュースです。キャストと呼ばれるアイドルの卵たちはここで働きながらデビューを目指します。アイドルになってる人っていうより、それまでの過程が見れるってなかなかなくって。お酒も飲み放題、コスパ。店のシステムは3部入れ替え制で、オードブルと飲み放題がついて1人3000円ほど。フードメニューには値段に応じて経験値メダルがつき、キャストはそれを集め王子レベルを上げることでデビューに近づくんだそう。中にはこんな太っ腹な応援団も。働いたのよね。働いてるんですよ、今日のために。今日のためってか、いつも頑張ってのために。この日はノンアルコールのスパークリングワインをドーンと20本注文。推しに渡す経験値メダルは大量です。まるで男性版メイドカフェといった雰囲気のこの店にはある特徴が。アイドルを目指すキャストたちのライブを間近で見ることができるんです。そのパフォーマンス、じっくりご覧ください。歌もダンスも文字通り半熟という感じですが、お客さんは必死に応援。今年2月のカフェのオープンからほぼ毎日3回のステージをこなしています。実はこの半熟王子を運営するのは、あの松田聖子さんなどを世に送り出した老舗芸能プロダクションサンミュージックなんです。コロナがきっかけで経済的な理由でやっぱり芸能活動を諦めるっていう子が多かったんですね。続けられる環境を作らないといけないっていうふうに思ったのが、まあ、一番最初のきっかけだったんですね。コロナ禍で所属タレントの2割以上が退所。和田社長は副業をせずアイドル活動に専念できる環境を作りたかったそう。まあ、大体毎月100万円ぐらいの赤字ですね。ただの使命感ですよね。ことは危ないですけどね。この店がなくなったら名古屋のエンタメが死んだと思った方がいいかなと思うんですけど。今後名古屋のエンタメ業界を背負うアイドルの卵たちの生活を覗いてみると、今起きました、パジャマです。寝起きで出迎えてくれたのは森本壮太さん24歳。ここがリビングで3人でご飯食べたりします。3人。はい。半熟王子たちは事務所の寮で共同生活。髪の毛ボッサボサですけど、すいません。あれアイドルでしたよね。アイドルなんですけど、はい、普段は普通の普段は普通の男の子、もんちゃんこと文字俊平さん27歳。おはようございます。もう一人は4月に入ったばかりの新人、可愛いものが大好きな畑岡伊吹さん20歳。家賃は1人1万円、食事は自炊かコンビニで済ますんだそう。もんちゃんの朝食は納豆ご飯と牛乳で、そうでしょう。森本さんはお菓子だけ。合うのらしいね、牛乳納豆って。栄養素的には合うらしい。あ、でもまあ組み合わせ、組み合わせの。そんな彼らがアイドルになりたいわけとは。だってもう僕もともとアイドルが好きで、小さい頃アイドルを見て元気をもらってた時期があったので、認められたいっていう承認欲求から、僕は僕もなんか誰かに応援されて頑張ってみたいなと思って。アイドルって10代からなるもんなんじゃないの？そうですね。そうですね。そうですね。
そうですね、深い、そうですね。実はモンちゃんと森本さん、東京でスイーツがコンセプトのアイドルグループ甘党男子の弟分、甘党ジュニアに所属していました。東京でも僕は売れてなかったんですよ。本当にあの月に4万あるかないかとか。僕でももっと少なかったですね。1、2万とかですね。アルバイトをしながら夢を追い続けていましたが、甘党ジュニアは結成からわずか2年で解散。名古屋の半熟王子で一から出直すことにしたんです。名古屋に来てから生活って変わりました？もうめちゃくちゃ変わりまして、そこで気になる給料を大公開。4月分の給料明細ですね。あ、結構もらってる。もらってるね。ありがたいです。振込額は307,283円。一方もんちゃんは、あ、さすがだね。確かに過去最高ではあります。東京の月1万から考えたら35倍ですよ。35倍。そっか、もんちゃん、そっか。アイドルになる前はパティシエとして働いていたもんちゃん、店で出すスイーツももんちゃんが作っているため、その分手当がつくんだそう。ともかく生活も安定してきたことで、今はデビューに向けてひたすら頑張るのみ。ここはレッスン場です。今からレッスンします。はい、この日はカフェに出勤する前にダンスレッスン。ちなみにレッスン料は無料なんですが、2点でなんか中途半端に見えるから、もっとパッて締めてあげる。それを痛みになぜ出さない。100で切るのにもう50ぐらいで終わっちゃってる感じ。100を何回も積み重ねていかないとやっぱ上手くなっていかないかな。先生からの容赦ないダメ出し。デビューへの道は決して甘くありません。問題児はそう、もんちゃんはもんちゃんの体幹が弱い。歌で頑張ろうと思います。踊りも頑張れや。そんな半熟王子に大きなチャンスが。僕ら3人で初のフェスなんで、外の、はい、ちょ頑張りたいと思います。栄で開催、多くのアイドルが出演するイベントからお声がかかりました。そこにはもう皆さん可愛い子たちで、自分たちの出番より先に事務所の先輩甘党男子がパフォーマンス。お客さんも入ってます。いただきます。さあ、スプーンで一すくいとろける魔法にかかったら。五大都市でツアーを行うほどの完成度の高い歌とダンスで、お客さんもノリノリに。そんな様子を袖で見ていた半熟王子たちは、かっこいいですね。見るたびに進化してるなと思ってます。あれ、本当はこっちに出たい。半熟で頑張ります。そして天畑久美人の皆様、こんにちは。半熟王子へようこそ。リアクションはいまいち。半熟王子のオリジナル曲です。半熟ハート。バンバンバン狙いさらにハートはラブラブラブ。でもただ回り、和田社長も心配そうに見つめます。すると、ステージから飛び出し、お客さんを煽ることでなんとか会場を盛り上げることができました。たくさん見てもらえたんで、まあでもまだもっとできることあるかなみたいな。もっと飛び跳ねられたね。そう、あ、まあね、もっと飛べたなと。今日は何点ですか？60ぐらいかな。60ぐらい。僕99点って言いました。一方この人は、今日は今一つでした。今日は今一つ。今日はダメだったですね。あの、楽しさも伝わってきてないし、アイコンタクトも取れてないから、もっと練習が必要だなと思います。半熟から完熟へ、いつかトップアイドルになる日を夢見て、王子たちは今日もステージに立ち続けます。
最後までご覧いただきありがとうございました。メーテレニュース公式チャンネルでは東海3県のニュースをいつでもご覧いただけます。ウルフィーが指しているこちらのボタンからチャンネル登録をよろしくお願いいたします。グッドボタンやコメントもお待ちしています。